はいどうも、いつきんです。本日の動画は今日公開されたフェスティバルの絵だということで、今年の夏限定キャラクター、おそらくなんですけどもう1体いるんじゃないかと思うんですが、まずはこのフェスティバルの絵だの性能が公開されましたので見ていきたいと思います。まずはステータスからなんですが、またまた生命力の高いメイジとなってます。新月のルナのように生命力依存で威力が上がったりするわけではないので、単にサポート寄りな性能なので生命力が高くなっているという感じのようです。そしてスピードが120と結構早めですね、最速ではないにしても純速レベルのスピードがあるということで、かなりクリーブ向けなんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。まずはスキル3ですが、敵全体を攻撃し 85% の沈黙と 100% の強化負荷を付与するとなってます。さらにターン増加の減少増加受けないということで、この効果は結構最近多くなってきましたね。で、今バフ環境なだけあって強化負荷のテコ入れ感がありますが、強化解除の効果はついていないので注意が必要です。なのでこの枝をファーストで動かすっていう風にすると免疫とかで防がれてしまうので、必ずトップスピード一番速い最速英雄とかで解除してから強化負荷をつけるみたいな使い方になるかもしれません。新月のルナを含めて既存の英雄だとターン増加を受けて強化負荷のスキルが使えないっていうことが結構あったんですけど、この夏の枝に関してはそれらのカウンターとなって、例えばルアとかナユルみたいなターン延長を持っている英雄に対しても強化負荷を入れていけるというように作られています。そして目玉のパッシブスキル2ですね。バトル開始終了時に潜伏を付与、ターン開始時に潜伏でない場合弱体効果を全て解除し恥じらいを1ターンの間付与、攻撃後に恥じらい状態である場合追加スキルが発動するとなってます。恥じらい自体には特に効果はありません。単純に追加スキルを発動させるための条件となっています。この追加スキルが全体攻撃で強化効果を2つ解除し、アクションゲージを 50% ダウンさせた後 85% の確率で防御力ダウンを2ターンの間付与するとなってます。疑似常時潜伏スキルということで、相手の反撃を想定して恥じらいを自分に付与して追加スキルで強化解除とかデバフの付与を行うというのが想定された使い方になります。追加スキルはゲージ 50% ダウンと防御力ダウンとかなり強力な効果になっているので、やや発動条件が難しいかなというところですね。今までクリーブの弱点というのはやはり反撃だったんですが、それを利用して攻撃できるということで新しいクリーブの形が生まれそうかなと思います。はい、最後スキル1は命中率ダウンついている単体攻撃ということで、全体的な性能の調整のためか根力はこちらについています。100% の確率で命中率ダウンを2ターンの間付与するに変化するということで、命中率ダウン自体は結構強いデバフではあるので、まあサポート役としては最適かなと思います。そして最後専用の古代遺物ということで、明治遺物なんですが、効果命中率が最大 30% アップ、さらに自身のターンに攻撃後対象が弱体状態の場合自身のアクションゲージを 12% アップさせるとなっています。この効果に関しては弱体効果を付与する強化効果、例えばキロンの鎖とか闇霊の猛毒の付与なんかよりも先に発動するということで、それらと組み合わせることはできないというふうになってます。で、明治遺物なのでやはりですね、どうしてもダグエルより優先したい性能かって言われるとちょっと微妙かなと思いますので、例えばスキルを高速回転させたいソリタリアとかエンジェリカ、あとはアインズ様なんかだってたら一応補助役の明治としてこのマジックバブルメーカー使えるかなっていう程度で、どうしてもこの異物をつけないと使えないっていうのはいないかなと個人的には思います。はい、というわけで夏枝の評価なんですが、限定にしては汎用性かなり低そうかなと思います。クリーブパーツとかまたはアンチクリーブパーツとして期待される性能なんですけど、反撃へのメタスキルがあるので、光ランディとか闇ユピネからのクリーブピックみたいなのってよく見ると思うんですけど、そういうのに対して
この枝を出すのであればアンチクリーブパーツとしては結構優秀かなというのと、逆に本来のクリーブパーツとしての使い方としては、やはりクリーブのカウンターには大体の人が光ランディを取ってくるので、それに対してこの枝を出せば防御力ダウンとかアクションゲージダウン入れれるっていうところで、クリーブパーツとしてももちろん優秀なのかなと思います。ただ経験上ですね、こういったその時のピック状況、この英雄が来てこういう展開になりそうだから枝を刺すみたいな、その場その場の状況判断が必要な英雄っていうのは全然流行らない。やっぱり使い方が難しいのでもちろん流行らないっていうところで、自分もですねちょっとこの枝をそのピックで状況に応じてピックできるかって言われるとうまく使える気がしないので、ちょっととまあ、そこまで派手に強いかって言われたら全然そうではないかなと思います。性能としてはねかなり強力なスキルあるんですが、なかなか使い方が難しいかなというところを感じてます。はい、それでは海外のコメントをちょっと見ていきたいと思います。まずはどういった英雄かっていうところに対して、まるでソリタリアのような英雄だという声がやはり上がっています。あとはデバフをかけてもクレンジングが一応持っているっていうのも面白い性能になっています。さらにこのコメントをした人は結構クリーブを使うみたいなんですけど、クリーブチームとしてかなり使いやすいんじゃないかというところで、やはりクリーブパーツとして期待されているかなというところです。そしてそれに対してクリーブ向きではなくて、むしろアンチクリーブのパーツなんじゃないかっていう人もいますね。デバフクレンジングができるので、例えばランみたいな最速で攻撃された時も一応クレンジングができるっていう意味では、確かにアンチクリーブとしての使い方も結構あるのかなっていうところで、この辺は実際のピック状況によって変わってくるのかなと思います。続いてのコメントは、性能というよりかはキャラクター全体の評価として面白いキャラだというところで、なぜかというとこの性能とキャラクターの関連性が面白いというところで、パッシブの恥じらいっていうバフですね、こちらはエダの性格に合ったような性能、まあ、何もバフ効果はなくて単純にセリフが出るっていう感じのバフなんですけど、そういった面白い作り方をされているので、ぜひ引きたい英雄だというコメントがありました。はい、そして最後に RPG のゲームでは欠かせない PVE 勢のコメントなんですが、 PVE プレイヤーとしてこの英雄をどこで使えばいいのかわからないというところで、まあ確かにちょっと使い道としては限られてくるかなと思うんですけど、反撃で潜伏を解除してくるのって迷宮とかだったら一応女王とかがやってくると思うんですけど、そういったところでもしかしたらゲージダウンとか防御力ダウンが使えるかもしれないんですが、まあ結構その他の英雄の方が使いやすかったりするので、ちょっとやはり PVP 向けの設計がされているのかなというふうに思う人が結構いるみたいですね。はい、というわけで今年の夏限定キャラの夏枝、これは結構誰も予想してなかったかなっていう気はするんですが、公開されましたので皆さんもぜひ使い方などね、もし想定されたやつがあれば教えていただきたいなと思います。で、僕はずっとですねプランのイラストコンテストで採用されたやつが来るんじゃないかって思っていたので、そちらに関しては多分まだ先になってしまうのかなと思うんですが、それもね残ってるので結構そっちもね期待ができるのかなと思います。個人的にはちょっとこの夏枝キャラとしてはめっちゃ好きなんですけど、性能がピーキーというか汎用性があまり高くなさそうなので、ちょっと面白い使い方が出ればいいんですが、なかなか使うのは難しそうかなというところなんですが、まあ限定なんでね、一応取るのは取るんですが、異物に関してはそこまで現状欲しくないので、あまり深追いはしないのかなと思います。というわけで夏枝が8月の登場ということで、また引きましたら性能を見ていきたいと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。